はい、皆さんおはようございます。男子3人を育てるシングルファーザーです。9月に入りましたけどね、まだまだ暑い日が続いてますけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。お子さんたちのね、お弁当もね、もう始まっていると思いますのでね、まあこの動画をご覧いただきまして、何か参考にしてもらえたらと思います。今日は1週間のね、お弁当作りをしていきますが、我が家はね、大学生なのでまだ学校がね、始まってないので、まあ、そんなに頻繁にはね、作ってないんですけども、まあ、そろそろね、学校も始まりますので、ちょっと肩慣らしということでね、少し始めていきたいと思います。それでは動画をご覧ください。では初日はね、夏野菜を使ったお弁当を作っていきたいと思います。ちょっと私事なんですけど、こう、ネバネバした野菜が結構好きで、特にね、こう、つるむらさきがね、こう大好きで、この茎の部分がね、すごく食感良くて美味しいですよね。あんま人気ないのかな？うん、虫がいる。なんかね、虫がいたんですけどね、まあ、まあ新鮮な証なのでね、そのまま気にせず使っていきましょう。結構料理してるとね、いると思うんですけど、まあ、作ってる方はね、いいんですけどね、子供たちに言うとね、結構食べる気失せると思うんでね、なべく言わないようにはしてるんですけど、結構あるあるじゃないですか。はい、では定番の卵焼きを使っていきますが、今日はね、三つ葉を入れた卵焼きにします。それとこちらはですね、視聴者様にいただきました福岡のこれマダイのね、スープ、お出汁なんですね。すごくね、風味が良くて、これ何にでも合うんでね、だし巻き卵にするのにはね、すごく適してます。最近おかげさまでお弁当を毎日作ることってね、ちょっと減ってきてるんですけど、たまにね、卵焼きするとね、結構失敗したりするのでね、やっぱり毎日こうやるってことがね、すごく大事だなって感じました。 おはようバイト、もう行ってらっしゃい。なんか前の方がね、やっぱり動画見ててもうまいなって思いますね。ではモロヘイヤのレンチンが終わったので味付けをしていきます。めんつゆとすりごまを入れますね。お弁当のね、大敵がね、水分なのでね、なるべくこうやってね、水気を取ってくれるものをね、使うようにしています。次はナスですね。ナスはね、ほんと我が家みんな大好きなので結構よく買いますね。まだまだね、お野菜も高い時もありますので、まあ、なるべく安い時にね、多めに買って、たまーに作り置きをね、しています。あ、髪切ったんだね。じゃあ、はい。では、三男くんもね、アルバイトに来ましたので、続きを進めていきたいと思います。最近ね、三男くんのね、出番が少ないということで、ね、ちょっと気にされてる方もね、多いと思うんですけども、まあ、毎日ね、元気に過ごしてますよ。まあ、大学生なのでね、なかなか一緒にいるってこともね、少なくなってくるのがね、まあそれが当たり前かなと思うので、まあ私としてはね、全然普通なんですけども、今までね、こうずっとご覧に、ね、なっていただいた方にはね、急に出てこなくなるとね、あれとかって思われるけど、まあ逆に言うとね、よく出てくれてる方ですよね。まあお見せできるところはね、なるべくありのままにお伝えしたいと思いますのでね、そういった家族とか環境の変化もね、楽しんでいただけたらと思います。では引き続き進めていきましょう。鶏肉はね、皮目の方から一つずつ丁寧に置いていきます。で、しばらく触らずにそのまま置いておいて、少しね、焦げ目がついてきたらひっくり返していきます。あ、片栗粉をね、つけているのでね、なるべく焦げつかないようにね、気をつけてください。私もね、その辺はね、上手なので焦げつかしたりとかはしません。鶏肉の油をそのまま残して、お茄子を入れていきます。お茄子にたっぷり油を含ませたら、鶏肉をもう一度戻して、お砂糖とお酒、お醤油ですね。あと蓋をして蒸し焼きにします。結構美味しそうですね。それではお弁当を詰めていきます。まだまだね、暑い日が続きますのでね、食中毒にはね、なるべく気をつけてくださいね。大葉とかね、梅干しとか、ちょっと腐りにくい効果がね、あるみたいなので、なるべく多めに入れるようにしております。入れ方はね、ほんとどんだけやってもね、なかなかうまくいかないですね。結構高さを出したいので、なんかコツとしては、お米をね、ちょっと斜めに入れたりとか、まずちょっと大きめのおかずで土台を作る。で、その上にね、見た目のいいおかずをね、乗せていっております。で、モロヘイヤを入れて、これはね、昨日の残りのトウモロコシとトマトですね。まあ、トマトもね、ちょっと生のものはね、ちょっと避けた方がいいかもしれませんが、今日はちょっと入れさせていただきました。
あとは彩りでコウのものを入れて、あとこういったね飾りになるようなものをねちょっと入れるとねお弁当もぐっと生えてきますね。はい、それでは2日目に行ってみましょう。朝はねこうやって引き立てのコーヒーをね入れて飲むとね本当に気持ちもすっきりしてね今日一日頑張ろうっていうね気持ちになりますね。まずはね冷凍の枝豆をね解凍しておきます。はい、人参とねピーマンを使ってなんか入ってましたね。はい、どちらもね千切りにしていきます。で一緒に入れてレンジでね600ワットで2分ぐらいですねチンします。で朝ごはんを食べて、チンした人参とピーマンは水がね結構出てるのでねしっかりとね水分をね取ってください。で特にうちはねこうのっけ弁当にしてるので水分多いとね本当にお米がくちゃくちゃになるので特に気をつけてます。味付けはねカレー粉を入れていきます。これいつも思うんですけどここの部分ってどうやってうまくするんですかね。で蓋をしてこうひっくり返してこう回避するんですけど、でそこに特大の粉チーズを入れてカレーとねチーズ味子供大好きな味ですよね。で今日も困った時のナスを使っていきます。夏場はね暑いのでねなるべく IH はね使わないようにレンジで済ませたいなって思ってます。料理するときはねガスがいいなって思うんですけど、まあ、こういうときはねガスだとかなり暑いんだろうなと思うので、まあ、IH だとその辺はねそんなに暑くなくてね夏場の料理もできてます。で先ほどのナスを合わせて今日はですね徳島産業さんのね鬼の土佐生姜ポン酢これのみのね味付けにしときます。これでね十分味付くのでねめちゃくちゃ美味しいです。最近スーパーとかでもねよく見かけるのでねちょっと気になった方はねぜひ一度お試しになってみてください。では今日のメインの鮭を焼いていきます。まだまだね鮭も高いですよね。ちょっとかなり薄い鮭なんですけどもこれでねもう400円近くですのでね、まあ、味はねすごく美味しかったんですけどもいやー高くてね結構手が出にくいですね。数年前まではね結構大きい切り身がね一切れなんか100円しないぐらいでね売ってたと思うんですけどもね割とおかずに困ったら鮭買おうって思ったんですけどなかなかもう買えないですね。では解凍できた枝豆を出していきます。今日もね卵焼きに枝豆入れようと思うんですけども以前の動画でね枝豆の位置がねうまいこといかなくてねちょっといろいろ視聴者さんに聞いたところといった卵にね入れるんじゃなくて焼きながら並べたらいいんじゃないんですかって言われたのでね、まあ、今回はねぜひそうしてみたいと思います。まあね、果たしてうまくいったねどうかですね。では卵焼きを焼いていきます。枝豆をね真ん中に並べていくんですけどもこれその前にねちょっと油が多すぎて、まあ、豆の位置以前の問題にねちょっとべちゃっとしてね仕上がってしまったんですよね。どっちかというとこれちょっと甘めに作りたかったんですけどお味はかなり不評でしたね。まあ、かなりってこともないけどちょっとこれ汁もね垂れてますね。位置もまあまあまあって感じですね。ちょっと全体微妙でした。それではね詰めていきます。まあ、今日もねしっかり大葉を入れて鮭をね入れるんですけどねこれまたねギリギリ入らないっていう大きさでねちょっと悪戦苦闘してるんですけどもね、うん、ちょっと反対にしてみたりちょっと一回出してねお腹の部分はね少し切りました。まあどうしてもこれはねまあお弁当作りをねお見せしてる人あるあるだと思うんですけどね見栄えはねどうしてもこだわらなきゃダメなんでこう詰める時がね一番時間かかりますね。ああでもないこうでもないでね入れたり出したりしてねちょっと逆におかずがちょっとボロッとしちゃったりね
まあ、結構ねここが辛い部分ですね。はい、それでは3日目に行ってみましょう。今日のねお弁当はカツと天ぷらになりますね。ちょっと揚げ物弁当です。いつもとね違うスーパーに行ったんですけど、豚のもも肉ですかね、まあ、こういうのがあったのでね、まあ、お値段もちょっとお手頃なのでね、ちょっと初めて買ってみました。ヒレかなと思ったんで、ヒレと違うのかな。結構ねさっぱりして美味しかったですね。またねちょっとこれ買いたいなって思いました。でせっかくね揚げ物するので、ちくわの磯辺揚げとね、かぼちゃの天ぷらもね一緒に合わせて入れたいと思います。これ、ね、少し余談なんですけど、アップルマンゴーなんですけど、これがねもう大好きでめちゃくちゃ美味しいんですよね。あの花まさで売ってるんで、ちょっとねお高め700円なんですけど、まあ、アイスとかねお菓子食べるよりはこの方がいいかなと思ってね、まあ加糖なんで同じなんですけど、なんとなく健康にね気をつけて、気をつけてないか。で、あの画面の方はねだいぶ進んでるんですけど、まあ、健康に気をつけると言いながらね、ちょっと油をね買い忘れてしまったので、これ古い油をね使ってるんですね。ちょっと視聴者様からはご指摘をいただくところかもしれませんけども、ちょっと致し方なくちょっと古い油を使っております。それともう一つね、あの卵も買い忘れたので、カツを揚げるときにね、もう同じ天ぷらの粉で揚げました。まあバッター液みたいなもんなんでね、まあそれでいいかなと思ったんですけど、まあまあお味の方はね問題なく美味しく食べれましたので、まあ結果オーライっていうことでね良かったかと思います。まあ今こんな感じでねアテレコを入れてるんですけど、ちょっとね見ていただきたいのが、ここでミルクタンがね遊んでくれるのをね、ちょっとまだかまだかとね待っているんでね、ちょっと早めに終わらせてね一緒に遊びたいと思います。にゃにゃにゃ、すいません、ちょっと話がねだいぶ脱線してしまったんですけど、ちょっとあまりにね可愛かったので、ね、見ていただこうかと思いました。でカツを揚げていきますね。もういつの間にかねちくわとかぼちゃももう揚がっているのでね、まあ早速ねお弁当に詰めていきたいと思います。まあ、お弁当もねやっぱりなるべく見た目がねいい方が美味しそうに見えるので、かぼちゃをねここに引いて、カツをねちょっと斜めに入れてるのでね、まあ、ちょっとしたね工夫があると、なんかお弁当箱をねパカッと開けた時にね、うわ美味しそうってね思ってもらえるかなと思いますのでね、まあ、少しだけね一手間加えるようにはしております。で贅沢にたらこをねドーンとね入れていきます。でもねソースといえばねもうおたふく一択ですね。ただね最近ね割とちょっとウスターソースとか違うメーカーのもね結構美味しいなって思うようになりました。はい、ということでごめんなさい、これお昼の弁当じゃなくて夜ご飯でした。まあたまにはね夜にお弁当食べるのもえかろうということでね、天ぷらのお弁当にしてみました。なかなかね天ぷらのお弁当って勇気いりますよね。はい、4日目もね元気に行ってみましょう。今日はね少し場所を変えてテーブルの方でね料理をしていきたいと思います。というのはですね、他の YouTuber の方を、ね、見てるとね画面がねすごく綺麗なんですよね。これなんでかなってずっと思ってたんですけど、これ日光のね光をね入れてるってことがやっと今4年目にして分かりました。うちはなんかもう普通の照明をね使ったので、ね、なんかちょっとこう不自然な感じがねずっとしていたんですけど、まあ太陽光だったんだってね
やっと気づいたのでね、ちょっとお試しにテーブルの方でね、やってみました。いかがですかね。なんか私的にはかなりね、なんかおしゃれな感じを、まあそうでもないか、なんか雰囲気だけね、ちょっとおしゃれな感じになったなと思います。あの今更なんですけども、初めて動画をご覧になった方は、全然レシピ言わないじゃんってね、多分思っていらっしゃると思うんですけど、このチャンネルはね、ただただシングルファーザーの私が自由気ままにお弁当を作っていくというね、動画なので、ちょっと美味しく作りたいという方はね、ちょっと本当大変申し訳ないんですけど、ちょっとここではお伝えしかねる部分もございます。そもそもちょっと失敗することがね、結構多いので、正確なレシピ動画ではね、ございませんのでね、その辺ね、ご了承いただけたらと思います。ということでね、見事に焦がしてしまったんですけども、まあホットサンドなのでね、中に詰めばわからないと思いますからね、ちょっと勇気を持ってね、進んでいきましょう。で、ハムとチーズを乗せて、いや、乗せんのんかい。もう一回ね、改めてチーズを乗せて、トマトと、塩もみしたね、キャベツにパセリを散らしています。で、改めてハムとチーズを乗せまして、上にお漏らしした卵を食べて、マヨネーズですね。で、パンをさてちょっとギュッとね押さえて、これね締めていきますよ。結構なね、これ厚みでも締まるのでね、このホットサンドメーカーね、めちゃくちゃいいです。ついた。卵が、なんかスクランブルしてる感じだな。ちょっと行こう。で、またね、失敗してしまったんですけど、卵がね、ちょっと多すぎたみたいで、でさらにですね、卵に火が通ってなかったので、それがパンの方にね、こう染み出して、パンがべちょべちょになってね、くっついてしまいました。まあ、ただね、なんとかリカバリーできたので、せーのドンって感じでね、見た目はね、結構美味しそうですね。であんなにね、分厚かった卵がもう全然なくなっちゃってね、どこにね行ったのかね、分かんなくなっちゃったんですけど、ちょっとね、これはね、失敗なので、ね、1個食べちゃいますね。ちょっと私の朝ごはんになりました。うん、味はめっちゃうまい。で、改めてね、もう一回作っていきます。今度はね、卵1個だけでやったんですけど、結構ね、1つでも膨らむのでね、1個で十分ですね。で、チーズを乗せてひっくり返して、あ、これはね、まあまあいい感じで、で、またちょっと各種具材たちを乗せていって、もう一回再チャレンジです。で、今度はね、結構綺麗にできました。せーのドンっていうことでね、ピントがね、ゴミですね。はい、ちょっと改めてピント合わせて、色合いもね、結構綺麗にできました。大満足です。楽しかったお弁当作りも今日が最終日となります。毎回恒例でね、一度はね、デザートを作るようにしてるんですけど、今回はね、シャインマスカットをね、ゲットしました。もうほんとね、岡山県人としてはね、完全裏切り者なんですけども、ちょっとね、ある理由がありまして、お安くね、手に入ったので使っていきたいと思います。
またね、その理由はね、ちょっと近々動画になると思いますのでね、ぜひ楽しみにね、お待ちになってください。で、お菓子作りのね、基本はね、本当に忠実に作るってことですね。ちゃんとね、こう牛乳とかもね、グラムを測っていきたいと思います。こうやってね、計量器もね、ちゃんと用意しましたので、分量もね、間違えることなくね、出来上がります。生クリームも、計量カップに入れて、鍋に入れていきます。ではお鍋にグラニュー糖を入れていきます。これもお菓子作りの基本ですけどね、まあ、結構致死量じゃないかっていうぐらいのね砂糖を入れますね。ちょっと怖いんで少なめにしときました。沸騰直前までね混ぜるって書いてあったんですけど、どの辺が沸騰なのかねちょっと全然分かんなかったですね。で一旦火から下ろして AMSR2 本入れます。え、待って、嘘でしょ。絶対溶ける気がしない。あ、溶けるのか。これね、一度に出てしまったんでね、固まってしまったんですよね。で、いろんなレシピサイト見るんですけどね、まあ、こういう細かいところはね、載ってないじゃないですかね。まあ、うちのチャンネルはね、そういうちょっと、かゆいところにね、手が届くという感じなのでね、いい例、悪い例をね、見ていただこうと思っております。で、お水の代わりにね、ぶどうジュースを入れます。火から下ろしたら一旦庭に出ます。これレモンライムを絞るって書いてあったんですけども、実はうちのお庭にもねレモンライムがなってるんですね。で家を購入してね10年経つんですけど、これ10年前に1回できて今年10年ぶりにできました。結構ね収穫がね楽しみです。1,2,3,4,5,6 3つかということで、冷蔵庫の奥にあったシワシワのレモンを使います。さっきはね失敗してしまいましたので、今度はゆっくりね混ぜながら入れていきます。ちなみに最初に作っていたのがパンナコッタで、後から作ったのはブドウゼリーです。両方ともね粗熱が取れて固まるまでマスカットをねカットしていきます。これもねどうやって入れるかにねすごい悩むんですけども、とりあえずおしゃれだなと思ったものをね真似していきたいと思います。いいのかなこれ。これはなんだ。謎の膜ができたのでね、これはちょっと入れていいのかどうなのか、まあ、ゼラチンが残ったんだと思うんですよね。どんな感じ入れようかね、ちょっとイメトレしてます。で2時間ね経ちましたのでね、パンナコッタがねいい感じで固まりました。いざシャインマスカットを並べていきます。やっぱこれ結構ね難しかったですね。これはね本当にセンスが出ますね。かなり苦手です。ここのこっち壁側にでも来られたら困るんだよね。わお。ね、むず。どうするかな。ちょっとこれだったら、うん、あの普通のチョコも入れる。ブルーベリーあるんよ。じゃあもうブルーベリーだ。ブルーベリー入れよう。天才。はい、ということでね、一人でブツクサ行ったり、お兄ちゃんとねお話ししたりしながら楽しくデザートをね作ることができました。デザートはね結構作ってからねすぐ食べれないのでね、ちょっとね置いとく時間もね必要なんですけど、子供たちがねどんな反応するかね楽しみにしておきましょう。
食べよう。いただきます。上もね、固めてるから結構ブドウが落ちにくくなってるはず。上から食べたんだよ。そう、お取れない。おお。ゼリー。ゼリー部分はあれにした。ブドウジュース。そうだよね。うん。うまい。パンナコッタとパンナコッタ。パンナコッタとめっちゃ合う。最後までご覧くださいまして誠にありがとうございます。今回の動画はいかがだったでしょうか。お弁当作りね、本当に毎朝ね、お疲れ様です。大変ですよね。でもあんまり気負わずにね、一緒にねお弁当作り楽しんでいけたらと思います。お弁当作りがね楽しく思えるような動画作りもねしてまいりますので、またご覧いただけたら嬉しいです。ではこの度の動画はこれにて終了です。ありがとうございました。またね、バイバーイ。